ようこそラグビーワールドカップ2019公式サポーターズクラブへ。さあ2019年ラグビーワールドカップがここ日本にやってまいります、まあ、そのワールドカップが、待ち遠しくてたまらないという楕円球を愛するあなたも、そして五郎丸くらいは知ってるけどっていうライトなあなたにも、ぜひワールドカップがこんなにすごいんだよっていう、名シーンをたくさんご紹介していきたいと思います、さあスタジオには、お二方お迎えしております。ご紹介しましょう、元ラグビー日本代表キャプテンの廣瀬俊朗さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてもうお一方お迎えしております、元陸上十種競技日本チャンピオンの百獣の王こと武井壮さんです。よろしくお願いします。ようこそお越しいただきました。まあそんな実際にワールドカップも知っている広瀬さん、はい、こうどういうものなんですかラグビーのワールドカップって。こんなに人喜んでくれないと思いましたね。特にあの初戦の南アフリカ戦ですけど、もう人泣いたりもう大騒ぎしたりと、こんなことできんねやラグビーっていうのがありましたし、これはもう素晴らしいスポーツだなと思いましたね。いや、あの本当にね、あの試合終わった後の客席とかもこう抜かれてたじゃないですか、はい、あの時のやっぱりあの人々のこうなんていうんですか、幸せそうな姿っていうのが本当に刺さったんですよ、はいはい、俺だからもう本当ににわかと言われても何でもいいですけど、はい、僕も本当に近々、うん、プレーすることも視野に入れてラグビーマジですか。いや本当にね、ちょっとその辺も踏まえて今日は勉強させていただきたいということでよろしくお願いします、はいはい、じゃあこの映像を見た後でもそのことが言えるかどうか、はい、早速すごいシーン見てみましょう、はい、さあ今回はワールドカップのトライシーン、歴史に残るトライシーン集めてみました、はい、まずこれが第1回大会1987年大会の黒いジャージがオールブラックス、ニュージーランド、対するがオーストラリア、これはこの人です、広瀬さん、はい、我らが日本代表の監督でしたね、おーおーおー、ジョン・カーワン、ジョン・カーワン自陣からどんどん走っちゃう、そしてなんと何人抜いたんだ、最後トライまで行っちゃうというシーンですこれ広瀬さん第1回大会でこれ見せられてちょっと衝撃でしたね。これはすごかったですね。こんなすごい人いんねやと思いましたけど、まあ、この人はその後日本に来てプレーもして日本代表の監督もやってくれるって、まあ、こんなこと考えもしなかったですね、この時は。捕まんないものなのこれ、これ久しぶり、これね、うまいですよね、ステップが。そうなんです、上手なスラローみたいな感じ。これ武さん、足の運びとかステップですね。いやー、やっぱ素晴らしいですね、うん、まあ、これは衝撃でしたね。でしたよね。あともう言ったらもう15人全員抜いてんちゃうかっていうような感じですからね。本当そうですよね、はい、ボール持った時はもう全員相手向こう側にいますから、うん、あれをこうしなやかなこう抜いていくのと、最後のステップですよね、相手に反応させる、うん、端っことかね、はい、パス回した後とかじゃなくて、はい、もうなんかまあ、ど真ん中でもらって、はい、もじゃもじゃいるところをうおーっていったじゃないですか、はいはいはい、であれはちょっとあの身体能力とかっていうよりも、はい、やっぱあのラグビー力の高さっていうか、うん、それもありますね、やっぱステップとか、はい、いろんな技術をこう用意して、はい、でそのなんかポジショニングとかも見てのこう感じだったん で、はい、で周りの人のサポートも結構入ったじゃないですか、はい、あのラグビー力の高さで取ったみたいな感じがすごく俺は魅力的に見えたんですよ。さすがふってこう一瞬振っていったところをスッて抜けたりとかも入ってるわけでしょ。よう一、ね、回で見ましたね。いや、それすごいですね。それはすごいですね。いやだからあれはちょっとね、そのラグビーというスポーツの素敵なところが見えたトライだったと思うんですよ。確かに。さあ今度は1995年の南アフリカ大会、それまでアパルトヘイトで交流がなかった南アフリカでの戦い。これまたさっきのジョン・カーワンよりさらにどでかいオールブラックスのジョナ・ロムーですね、広瀬さん。はい、まあ、この人は一番対戦したくない人の一人でしょうね。この大きさ、この速さ、うわ今大丈夫あの人。いや大丈夫あれ。全然大丈夫じゃなかったですね。もうメンタルもやられましたねこの後いや危ねえ、事故起きてましたよ今。あれイングランドのマイクキャットって言ってカーペットって呼ばれましたから、あの後ホワイトカーペットって呼ばれちゃったんだ。すごいなあの当たり。この人もジョン・カーワンよりまた一回りどでかいという獣まさに獣一人目の前にいるんですよ、タックル。ドーン。すげえ、かっけえな。あれちょっと大丈夫だったんですか。195cm の120キロぐらい、はい、ホワイトカーペットの方は大丈夫だったんですか。その後も代表として頑張ってました、はい、頑張った、はい、でもいい選手ですけどね。いい選手です。うわあれはもうなんて言ったんですか。あれでもちょっとね、こう
なんていうんですか、ハンドオフっていうんですか、一人まず押しのけて、でもう一人もちょっとこう行こうとしたら、でもちょっと足触られて転びかけたところ耐えての、でももう目の前にいたじゃないですか。あの時ってどういう判断なんですか、普通だったら。ああなったら、あ、やばいって思うんでしょ、もう行かれるって思うんでしょ。いや、大体あれもう相手は止まってるんですよ。だからステップ切ったらもう絶対トライ取れるんです。持ち直してもう一回ステップ切れるところだけど、そこ切らず、切らずに行ったろかほらっていうことなんですか。そうですよ、あれは一回もらってみたいですね、あのアタック。体験したいぐらいですか、あれ見て。いや、俺体験したタイプなんですよ。俺いろんな力士の張り手とかも体験してますし、そう、一回体験するとやっぱその凄さ、積み重ねた凄さがね、一発で分かるんで。そうなんです、あれはもらってみたいアタックのナンバーワンのあれでしたね。すいません、なんかこれこそ命知らずか、その瞬間絶命の可能性。さあ続いてはアメリカの選手です。赤いジャージがアメリカ、そして緑色のジャージ覚えてる方いると思います。日本代表と戦った南アフリ カ、はい、2007年のフランス大会。こっからアメリカが自陣でボールを奪い返すんですよね。この後です、まだです。奥にいる人、奥に走ってる人、一人いますね、この人、はい、ウングイニアという選手です。あ、いい走りするわあ、いい走りするわ。いや、そうですか、そこなんやな、やっぱり走る技術がちょっと違うな、他の選手。 100m10 秒5。あ、でしょうね、わかりますか、走り。あ、そういう走りしてますね。ちなみに武井さんも10秒54。僕は、はい、電気で10秒54なんで、手動で測ると10秒3ぐらいになるんですけど、ちょっと似たような匂いを感じます。同じ匂いを感じますか。フォーム的にはやっぱり同じような技術を使ってるんで。ディフロイさん、最後ディフェンスに行く背中見えてる11番、はい、これがすごいんですよね、本当は、はい、これもハバナっていう、もうめちゃくちゃ有名な選手なんですね。その足が速いで、ハバナが抜かれたっていうので話題になったんです。この後長いパスを取ってから、タグズマウングニア、すごいステップワークだな。あ、やっぱうまいな、上手に走るな、スピード出るわけだわ。あの、本当に走る技術が高い、加速の動き、あの、あそこでスピード出そうと思うと、大体の人は体を前に倒して、足で地面をこういうふうにバンって蹴るんですよ、最後までガッて踏み切るんですよ。でも彼ちょっと踏み切らずに、この足をね、つま先をこうちょっと上げたまま、この辺まで蹴って戻すんですよ。これは陸上選手のスプリンターのスタートの時に、足を後ろに流さないように、足が後ろに行っちゃうと後半落ちちゃうんですよ。だって後半のスピードが高まんないんですよ。だそれをあそこ抜けてから、さらにスピード上げるつもりでいるんですよ、多分。だから最初に蹴り切らないっていう、だ最初蹴っちゃった方が1メートルぐらい、あの、最初の10メートルぐらいはちょっと早いんですよ。だけど後半だいぶ差が開くんですよ。だからあそこ後半ブワーってあの膝も回り出して前に進んで誰も追いつけなくなってるのは、あそこの最初の3歩が非常に上手に足運びをしてるっていうね。あれはね、もうワンランク上の走りですよ。どこまで見えてるんですよね。いや、本当にこの観点初めて聞きましたね、あのトライで。あれはね、はい、あの、本当に参考になると思います、はい、ラガーマンも多分参考にするといい。だから横の絵とかを何回も見て、同じようなこう走りをしてった後に後半伸びるのか、それともここだけは抜かなきゃいけない、後半はいっぱいいるから仕方ないって時にここだけを速くするのかって、そういう分け方できますから、これラグビーに絶対生きると思います。すごい、はい、これでもじゃあそういうシチュエーションやってみたいですよね、きっと。俺やってみたい。俺だったらこう抜くみたいなのありますか、はい、もう、俺がウングエニアだったら、あそこでああだっただろうなっていうのはちょっともうイメージ湧いてるんで、はい、ちょっと一旦あれは再現して、できればあのラガーマン何人か呼んでプレイしてみたいなって。ちょっとそんなこと言うと本当にやっちゃいますよ、はいはい、だ走んのも俺とどっちが速いんだっていうのありますから、ね、あ、確かにベストタイムほぼ同じぐらい10秒5ですから、はいはい、ちょっと俺見てほしいなっていうのありますね、全ラグビーファンに。俺のやっぱステップとやっぱりそう抜けた後の独走も見てほしいなし、武井壮太ウングエニア、彼はちょっとピッチ早めでしたけど、はい、もうちょっとピッチは遅めで、はい、一歩ずつの距離が僕は長くなりますから、その辺の違い見てもらいたい。ラグビーファンの皆さん、ありがとうございますすみません、ありがとうございます。遠野博さんついてきてますか。何とかなんですけどね、こんな暑いんやと思って、ね、スポーツ見て暑くなって申し訳ないですね、はい。さあお待たせしました、これジャパンの広瀬さん、素晴らしいトライでした ね、 準備したプレーが全部出ましたね、これは。まあゴロはね、
みんな分かってますけどね、走っただけっていうのをね。みんな分かってますけど、ね、みんな分かってます。これ五郎丸選手ですけど、はい、最後走っただけっていうのね。これ走っただけ。走っただけです、これは。そこまでが。はい、仕込みが良かったですね。仕込みが良かった。はい、意外とラグビー界の人、五郎丸に厳しいんだよ。いや、そんなことない。まあちょっとね、持ってかれたかなみたいなね。そんなことないですよ、全然。みんな軽いジェラシーがあるんですか。確かにいいとこ、ね、はい、全部これで持ってかれて、はい、こういうのも持ってかれて。はい、まあでもね、あれはもういろんなもの背負ってますから。そうですね。はい、ジョーさん、でもこのサインっていうのが実はこう練習してたみたいですね。ずっと練習してたんですけども、これもやろうと、はい、こんな複雑なパスがあるのに。そうですね、これはもう完璧でした。完璧、はい、一回こうなんかリバース、ね、そうなんですよね、あれが肝やったんですね。あれ肝ですよね、はい、あそこが肝なんです。見事にはまったんです。あれ一回ちょっと振ってみんな遅れましたね。そうなんです、そうなんです。あのまあ外行ってたら多分流されちゃったんですね。なるほど、はい、一回こっちに行こうとしてる3つ目ぐらいに一回チョンってショートでこっち返したじゃないですか、はいはい、それで多分このディフェンスの人たちがちょっとこっちにの、うん、はい、残ったと思うんですよ、はいはい、それでこっち側にこうなんかスペースができたように、はいはい、そうに見えたんです、はい、それまあもう大体当たってます。それはもう大体当たってる、大体当たってます。すいません、なんか広瀬さんの仕事取って、いやいやいや、そうですね、確かにね、僕オランダもええやつ前のシーンからね、トライアルも全部語ってもらったし、ね、俺は想像ですから、そこをより細かく解説していただけ、いや、おっしゃる通りですよ、はい、大体ね、こうディフェンスってこう、まあ、外にだんだん押していこうとするんですよね、ディフェンスする時って。そういうもんなんですか、はい、パスがこういくにつれてこう押していこうするところで、一回うちにパスするとやっぱあれってなるんですよね、ディフェンスライン。ほう、でその間うまくついた。あれは元から考えてたの？元のね、まあいろいろありましたけど、最後は、はい、あれで行こうっていう、なるほど、はい、ことになりましたけど、エディはそのまま外に行けって言った言ってた、はい、言ってましたね。それで結構まあもうミーティングで一悶着ありましたね。おマジっすか、いや俺は違うと思って、結局、まあ、コーチ陣2人でも、まあ、ちょっと揉めて、はい、最後は内返しって、俺がそう決めたって沢木圭介さん言ってましたけど、決めた後は、はい、なんつってたんですか。いや、そこはもう大、もうそこはよくやったっていうエディさん結果論はねすごい大きいんで。なるほど、はい、さあ続いては、同じ2015年のワールドカップ、ニュージーランド黒いジャージオールブラックス、対するが苦手とするフランス相手なんですが、ニュージーランドにはあのジョン・カーワンやジョナル・オムーみたいな人がまた生まれました。ジュリアン・サベヤです。この後、うわやっべやっべ、広瀬さんまだ鮮烈ですよね、これは、はい、もう獣でしたね、このトライも、はいはいはい、この後ですね、この選手いるのに、いるのに、いるのに、取っちゃったでしょ。何してんですか。すげえな。3人ぶっ飛ばした。武井さん、この人、先ほどあのカーペットにしちゃったジョナロ・ロムーの2世って言われてる。なるほど。ジュリアン・サベア。この当たりがまずやばい。これもすごいですけどね。これまずやばい。膝のポジション。うわ、あれ落とさねえんだな。からの、ポン。まず1頭、はい、2頭、はい、3頭、ドーン。なんじゃそら、なんじゃそら、すげえな。バッファローを3頭倒してトライみたいなことでしょ、だから要は。なんて言ったらいいんだろうな、人間がね、うん、やっぱりそのラグビーという競技に出会って、はい、でこの競技で必要なフィジカルの強さとか、うん、そういったものをこう積み重ねたフィジカルがなせる技、はい、まあそこ技も減ったくれもないですね、最後、はい、ジボン、バゴン、ガゴンですね、音で擬音で言うとね。いやだからああいうのにも震えるわけですよ、我々は、はい、あれが2019年に目の前で見られるんですから、うん、ワールドカップだと、うん、日本あれ以上のものだって、あそこからもう何年か経って、ね、さらに進化したラガーマンたちが日本にやってくるわけでしょ、はい、そうですよ、これはたまらんですな、たまらんです、さあ、えー、そのラグビーの今トライシーン続けてご覧いただきましたが、はい、なんと今世界で一番トライを取っているというのが日本人なんです。広瀬さん、大畑大輔さんなんですよね、はいはい、世界一なん、はい、トライ数、トライ数、そうマジで日本に、日本人なんです。ではその大畑さんのトライシーンもちょっと振り返っていきましょう、うん、お願いします、はい、さあこれが99年のウェールズ大会ですか、はあ、ここからさあ手挙げた、ズドン一気ですから、あのウェールズ相手に、あ、大畑君のは本当にスプリント30メートルぐらいを一番走れる走り方ですよね、これは。さっきの彼とは違う、あ、ウングエニアとは、ウングエニアとはちょっと違う、後ろに足残したまま体重前に落としてっていうね、こういうこと、わかります、このまんま行きますから、ドーン、そのまんま倒れ込むことを意識してますよね、トップスピードでキープすることを意識してないですよね、もう
ズドン、ほら、あそうですね、蹴り切って、ね、最後まで蹴り切ってしっかりいってそのまんま倒れ込むっていうね、これはすごい、このパワー半端じゃない、俺より速いです、多分スタートの30は、間違いないです、これ10秒、本当に1とか2で走る人と同じぐらいのスピードでスタートの 10m 切ってますよ、多分。恐ろしいスピード、素晴らしい。今度2003年のシーンです、ワールドカップです。これもジャパンが紺色のジャージ、うん、日本代表、うわドン、ここからいや、いいスピード持ってんの、一人かわして、うん、でもブレーキもかけてましたね、でもちょっとね、ちょっとあれは、うん、こいつが来てるのを見て、そうですね、はい、もう予測してってことですね、はいはい、いうこともできるのがラガーマンの魅力ですよね、うん、僕らトップスピード乗っちゃってあれできないですから、うん、やっぱりしっかり回してるからこそできるんですよね、あれね、ブレーキもかけられるポジションで走ってるんで、はあ、ズズッとね、あ、左腕の使い方うまいねなるほど、うまいね、反作用使ってます、はい、これでね、反作用ですか、ああ、これ武さん歩幅広いとできないんですよね、じゃあこれ、いや僕みたいに走りだとできないんですね、これはやっぱピッチですよね、体の真下で足つけてるからこそできるっていうことですね、真下ですけど、ああ僕らちょっと前で捉えるんで、はあ、ちょっと違う技術、さあそんな大畑大輔さんが、ラグビーの殿堂入りを果たしました、これ日本人では2人目、坂田義弘さんに続くですね、いや弘さん本当にもう伝説のになってしまいました、リビングレジェンドっていうか、そうですね、まあ僕もちっちゃい時から見てましたけど、うん、このスピードには惚れ惚れしてましたし、うん、まあ、実際対戦した時に速いだけじゃなくてやっぱ速い人って強いんですよね、当たりも、ほう、これにはちょっとびっくりしましたね、あ、こんなコンタクト強いんやと思って、はい、やっぱりね、スピードかける重さがパワーだから、 ね、はい、そこがあるんでしょうね、そうです、彼にね、いやでもトライシーン今日たくさん見てもらいましたけど、武井さんその中でやっぱり俺だったらっていうのがもう出来上がっちゃったんですね、そうですね、だからやっぱり局面によって走りを変えなきゃいけないのが多分ね、うんうんうん、ラグビーの難しいところで、うんうんうん、それが今ね想像ついてます、想像ついてます、はい、俺はあそこでもらったあの走りやるだろうなとか、あそこでもらったあ、ただ俺できないのはやっぱりあの最後の大畑君の、はい、走りはちょっと僕らやると本当にね怪我しやすいんですよ、すごいですわ、ちょっと僕にはできない、やっぱり違うラグビーをやって鍛えなきゃいけないものがかなり 50% ぐらいありますね、うん、今の体ではまだあそこには到達できないところがあるんで、ちょっと悔しいですよ俺今火つきましたひょっとして、はい、なんでゲストで呼ばれてこんな思いしなきゃいけないんだよ、はい師匠くっそその瞬間にもう武井さん掴んでますから、はい、ワールドカップはワールドカップこれからもどんどんいろんな選手紹介していきますけど、はい、プレーとか、はい、広瀬さんこれが2019年、本当に目の前でいろんな人がまたどんどん出てくる、そうですよ、もうこんな楽しみないですよね、はい、さあ武井さん改めてそれがもう本当に数年後に迫ってます、いやだからね今回テレビでね、はい、前回の、はい、ワールドカップはずっと見てて、それでもやっぱり心が震えるような感動をいただいたんで、うんうんうん、あれをまさか、日本でしょ、はい、私の生まれた国で慣れ親しんだスタジアムで目の前で見れるわけでしょ、はいはい、最高の到達点、俺も代表に入るってとこまでちょっと行きます、そこまで考えてますかもうねミラクルのミラクルですよ、確かに、はい、だからね、夢は持った方がいいですから、ハリウッドスターになるっていうのと同じぐらいのやっぱり夢として、はい、ハリウッドスターになるより難しいと思いますけどね、いやいやもうね本当にどちらも2トップぐらい難しいんで、だからこっちは世界の夢がここに詰まってると僕思いますんで、はいはい、それを日本で見れるこのラグビーワールドカップ、うん、ちょっとこの2年間楽しみに、はいはい、だから日本の国内の試合も楽しみに見つつ、はい、スーパー新しいスターの発見もこう見届けながら、はい、それをなんか今のね戦力と新しい戦力が混ざり合って新たな日本が出来上がるのを楽しみに、はい、そしてそれがまた世界の強豪をどう打ち倒していくのかっていうのをこれで見たい、はい、そういうことでございます、すいません、いいですね、ちょっと長くなりましたね、とんでもないです、ああラグビーワールドカップ2019は2019年の9月20日、まあ、開会式があって、開幕戦が行われます、まあ、その時武井さんがどのポジションで見ているのかもこれ注目になります、ね、今回はこの辺りでお別れです、この後もひょっとしてまたいろんなシーン、はい、名シーンだったり、はい、お送りできると思いますのでご期待ください、はい、今回はありがとうございました、どうもありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます。